はい、どうも。家の鍵をなくしまして、帰宅お断りっくす。全力ホームレス YouTuber、ビンモレです。帰れません。家がありません。こういう形で強制退去がいいっていうね。ということでね、昨日ですね、読売ジャイアンツの廣岡大志選手とオリックスのケイス鈴木投手がトレードにやったことで、まあ、ケイス鈴木投手の情報については昨日の動画で一通り喋らせてもらったんですけど、廣岡大志選手についての情報を昨日ツイッターの方でね、募りまして、ありがたいことに非常にたくさんのね、リプライをいただきました。で、本日はそこのね、リプライを読んでいって、廣岡大志という選手はどういう選手なのかというのをね、ちょっとね、見ていこうと思います。一応昨日ね、サークルチェンジに来たお客様から、このね、もう今、おそらく売ってないであろう、廣岡大志選手の巨人の、ね、タオルをいただきました。これ、すごいレアもんですね、今ね。まず、このですね、この廣岡大志選手の移籍したという、公式のツイートに、オリックス・バファローズのことを、オリックスンと、書いてました。また間違えられとるやないかい！いや、また新しいの増えたやんけ。オリックス・バファローズは定番やけど、なあ、オリックスとかさ、オリックス・ブワッファローズとかさ、いろいろあったけどさ、次、オリックス、かわいいな。何、クスンって、泣いとるやんけ。ということで読んでいきましょう。まずは1個目。対左に強い。積極的なのはいいものの空振り多め。一発打てる。ベンチにいる時も人一倍声出してる。誰よりも頑張り屋さん。愛されキャラ。全力で野球に取り組んでる印象があります。ああ、なるほど。詳しく、ありがとうございます。対左に強いっていうのはいいですよね。やっぱ、オリックスもね、右の内野手、打てる内野手っていうのかな、そんなにいないんでね、今、頓宮選手、紅林選手といますけども、やっぱりこの長打のある右の内野手、ちょっと確かにね、左を打てる右の内野手、ちょっと不足してるんで、それはありがたいかもしれない。積極的なのはいいものの空振り多め。全然積極的なのはいいよ。消極的なのよりは。一発打てるありがたいですね。で、ベンチにいる時も人一倍声出してる。やっぱムードメーカー必要ですよね。まあ、伏見選手や大下選手が今抜けた今、そういうキャラは必要ですね。で、頑張り屋さん。ああ、そういうの好きよ。愛されキャラ。はい。なんか、押しがいがある選手ですね。はい。ポジティブな情報ありがとうございます。ベンチにいても必死に声出したり、ピンチの時ピッチャーに声かけたり。はい。まあ、結構ね、ピッチャーに声すぐかけに行くみたいなんですよ。で、自分のことだけじゃなくて、チームのためにたくさん貢献してくれる優しくて、がむしゃらな選手です。打撃も守備の走塁も全部一生懸命で、これから楽しみです。ああ、いいっすね。はい。なんか、そういう全力プレーな選手ね。やっぱ、福田周平選手みたいなね。感じですかね。かぶりますね。これもね、左キラー、パンチ力あり、広角に似てる。はい、1、2、3、U、左、右につける。おー、いいじゃないですか。ただし、1、3塁以外は、なんとも。はい、永遠のロマン枠、持ってるポテンシャルは超一流。ただ、足が長すぎて、内野は下手っぴ。ハマれば国産長距離砲、ただ、なかなかハマらない。全部、ま、ポジション守れて、ただ、1、3塁以外はそこまで。バレラー！それはバレラなんよ。守備には多少目つぶつのパンチ力に期待せということですかね。山田哲人のフォーム真似したり、坂本隼人のフォーム真似したり、他にもやってたはず。実際それで短期的には打てるんだけど、気づいたらまた不調になって、なんか違うのになってるイメージ。確かにね、山田哲人選手みたいなそっくりのフォームで、ね、三浦大輔選手の引退試合でホームラン打ってたのはすごい覚えてますね。はい、めっちゃ話題になってました、ね。ただそれ短期的には打てるけども、気づいたら不調。バッティングセンターの俺やん。いやいや、俺もバッティングセンターでよくモノマネしてさ、あ、この選手の方も意外とええやんってね。その日めっちゃ好調でも調子乗ってな、次の人が行ったら次全然打てへんっていう。バッセンの俺やん。ここで島内のフォームモノマネしてめっちゃ打てるようになって、次の日行ったら全然って。2018年のラオウみたいな感じ。ほんまにだから当たれば飛ぶ。だから、ただなかなかその当たらないと、そもそもバットに。で、今、イースタンの首位打者です。あ、やっぱ二軍の帝王な感じ。実家のコロッケがすんげえうまいです。おすすめ。あ、そうそう、なんかね、大阪の昭和町で、おじいちゃんおばあちゃんですかね、が、なんか、廣岡精肉店っていうコロッケ屋をやってるみたいで、そこのコロッケがもう絶品だと。その情報が今回すごい良かったですね。コロッケが美味しいと。廣岡選手のプレーに関する情報と同じぐらい、コロッケに関する寸評がすごい良かったですね。なんか僕のツイッターのリプランが食べログみたいなの撮ったんですけど、はい。すごい。廣岡精肉店の口コミみたいになってました。はい。コロッケうまいのはええけど、プレイをもっと嗅いでくれよって感じですけど。ただそのね、大阪昭和町の、ね、もうバリバリ大阪の下町ですよ。ね、お肉屋さんをやってると、はい。僕食べたことないんですけど、一回行ってみたいですね、はい。
で、ちなみにこの広岡精肉店の店長がインスタでね、広岡選手がオリックスに移籍しましたというね、投稿したんですけど、ここでオリックスのことをオリックスバファローズと書いておりました。まだ間違い取れないかい。これはネタでしょ。オリックスって書かなかったとこ、これ全部オリックス、3回ぐらいオリックスって書いてるから、これは関西のね、笑いですよね。皆さんも一回ぜひ大阪にお住まいの方は、昭和町の広岡精肉店行ってみてください。なるほど、今大体どういう選手か分かりましたよ。本当にその、ロマンホ、当たれば飛ぶ、ただなかなかバットには当たらない。で、内野守備にもやっぱちょっと難はあるけども、まあ全力プレイ。まあなんか愛されキャラというのも分かりますね。どうですかね、やっぱり、2018ラオウであったりとか、あとちょっと前のエゴシ選手であったりとか、まあそういうところと被るんですかね、そういうタイプの選手ですかね。だから、何かその一個違うのがあれば、そのラオウとかね、その今、日ハムでエゴシ選手とかも打ってますし、まあそういう感じになるポテンシャルは秘めてると。すごい楽しみですね。はい。まあ守備には目をつぶった方が良さそうです。続きまして、広角強打で繋ぎます。ああ、いいですね、いいですね。広角強打で繋ぐのいいじゃないですか。で、次。明日への架け橋です。明日への架け橋どういうことやろ、で、次、奏でる夢のスイングがあります。どういうことやろ、ロマン法ってそっちのロマンかいっていうね。高く遠くアーチを描きます。はい。アーティストなんですね。で、かっ飛ばします。いや、これ巨人時代の応援歌やないか。これちゃんと全部、そこのリプランで繋がってるんですよ。放課後兄弟で繋ぎますの、その下に、まだ来て。リプランで応援歌の歌詞を繋げるな、おい。合格強打で繋げ、明日への架け橋、奏でよう夢のスイング、高く遠くアーチを描け、カットはセーフィローか。名曲ですね。で、そのカットバシマスの下にもね、リプレイがあって、まだ歌詞あったのかって。男前気味です。いえ、全然関係ない。そこまでちゃんと応援歌繋がったのに、その男前ですでも全部台無しやないかい。まあ、実際男前ならいいですね。グッズも売れそうですね。もう一個リップ。大空へと願い込めて、その翼広げて、大志を抱きます。はい。大空へと願い込めて、その翼広げ、和を起き丘に立つ勇士、大志だけ、カットバセーフィール。これも応援歌や。ヤクルト時代の応援歌や、これ。応援歌をそのままリップしてる方がかなり多かったですね。これちょっと最後。高校時代のファーストキスのお相手は、一学年智弁の先輩だった、巨人の岡本和真選手。ちょっとこれは栗山ジャパンの素質がありそうですね。ということで、広岡大志選手についての情報ありがとうございました。まあ、大体こう、どういう選手か分かりました。このね、皆さんからの情報で、はい、ありがとうございます、本当に。まあ、広岡大志選手ね、まあ、まだまだそのね、可能性を秘めてるね、若い選手だと思うんで、このオリックスバファローズで、ぜひともこの素質をね、開花させてもらって、スター選手の道をね、突っ走ってください。はい、大空へと願い込めてください。オリックスの応援歌も楽しみにしております。はい。多分ですけど、なんか激しくただけストレートになりそうな気がするんですけどね。はい。なんか、白崎選手と被るし。ということで、広岡選手頑張ってください。フルテイブレー